高め打ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。さあホークス先制のチャンスを迎えています。まずは先制して主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。まあそして彼の場合ね、うまく引っ張ってスタンドまで運ぶ力を持ってますから、ここは一発も期待できますよね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。低めの変化球でカウントを稼ぎます。ランナースタート切ってきません。さあ勝負してくるのか。ランナーを気にせず緩い変化球を続けてきます。ボールになります。3ボール2ストライクです。まあ、フルカウントは案外ボール球来ますから、しっかり見極めたいですね。なるほど、そうですか。粘ります。空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。攻め切ることができませんでした。先制点かと思われたのですが、最後は三振に倒れました。もったいないですよね。バンクホークス4回裏の攻撃になります。5番バッター城島、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。ホークス同点で迎える4回の攻撃です。打った、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し、入った、ホームラン、勝ち越しのホームランです。ソフトバンクホークス試合の主導権を握る大きな一発となりました。ホークス勝ち越し、2対1になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。このゲーム中盤、ここでリードを取りました。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。さあまず1球目、ちょっとすっぽ抜けた感じです。ストライク。ドカーンと大きな当たりです。スタンド1入った同点のソロホームランです。ソフトバンクホークス、この試合を振り出しに戻す一発になりました。高めに浮いたストレート、外のボールしっかり踏み込んで引っ張った打球は特大の一発でした。同点に追いつきましたソフトバンクホークス、3対3。力の高めのストレートでしたけどね、力負けしなかったですね。はい、ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに白球消えていきました。ナイスバッティングですね。果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうか。勝ち越しのランナーを走ってきた、キャッチャーは二塁へ、アウト、ナイスボール、はい、俊足のランナーでしたが素晴らしい送球が来ました。ここは盗塁を許しません。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。初球ボール、痛烈、出ました、ファールボールです。次が3球目、高めのボール打ちました。打球はセンターへ、この打球はフライになっています。